正社員の浜地です。実家は浜地の養殖をしています。今日はつくし野市にある平屋の小箱を紹介いたします。それではどうぞ。こちらはファミリールームになっております。下はお子様が読書したりお勉強したりライブラリースペースとしてご利用いただけます。私の身長は160センチくらいなんですが、180センチの大人の方が椅子に座られても天井に頭が当たらない高さに設定してあります。